メンソレ春茶です。メンソレナオミンです。今回の動画は愛知県豊川市にあるアクアズ豊川店さんのロケ動画を公開します。ほら、ここの大水槽に大きなエイが何匹もいてすごかったね。うん、エイだけじゃなくてアロワナもいるよ。うん、うん、このアルビノっぽいの綺麗だよね。黒いのもいいけど。エイのこと？うん。うん。エイはね、その白いの可愛かった。うん。これすごいよね、アロワナの数も、うん。あのね、ここにずっと入れそうな感じする。うん。すごい大きい水槽だよね。あのね、ずっといたいね、ここに。このお店は、ちょっと変わってるというかね。新しい感じがしたんだよね。うん、店舗っていうよりはプレハブみたいな感じ、ちょっとした、そこに水槽を並べて販売されてる感じで、結構ね、自家繁殖もされてるみたいで、自家繁殖された子たちも販売してる。だからね、そういう子たちは特に安かったね。うん、うん、お客さんも結構来てたから人気だなって思って。うん。いいよ、かわいいね。うん。でもどの品種でもこれだけ大きくなるわけじゃないだろ。うん、多分。うん。すごいね。うん。この辺は小魚。安かったよね、でも。うん、これもね、ちょっと欲しくなっちゃったくらい安かったんだよ。うん、結局あれでしょ、成長しちゃうから断念したんですよ。うん、そう、あのほら、黒いお化け買ったっていうのもあるしね。うん、うん、ほら、こんなにたくさんいる、こういう子らも。うん、うん、かわいい。いいね。うん、パロット。うん、これはあんまり、あのね、パロットもね、いろんなお顔があるけどね、このパロットはね、うん、キングパロットだよね。うん、あんまりかもしれない。うん、うん、そっか。色は、色はやっぱちょっと変わった色がいいな。うん、うん、緑とか。うん、前いたよね、緑とか紫とかの、うん、いたね。うん、このゼブラパロットよく見るよね、最近。うん、でもこれさ、ゼブラパロットって書いてなかったら、なんか違う名前書いてなかった？うん、ちょっと違う時あるよね。うん、うん、ベタが混泳してるの珍しい。うん、すごいね、平和に暮らしてる。うん、ベタって結構攻撃的なんだよね。うん、でも確かに俺もああいう広いところで泳がしてあげたい気分、ベタかったらね。うんうん、でこれがわずかな金魚コーナー、一応あります。これも小魚、小魚と大型魚って感じだったな。うん、エビもいたよ。うん、グッピー。うん、ここはね、個人的には結構プレコがたくさんいて。うん、いたいた。うん、高級のもあれば、うん、お値打ち価格のもあって、うん、あんまり売ってないプレコがいたんだよな。うん、これがスッポン、スッポンもどきかな。うん、こうやってこっちに向いてよいしょって終わり。ね、でプレコもタイガープレコとロイヤルプレコだっけ。うん、あ、買ったの。うん、うん、そう、ロイヤル。あ、出たよ、レッドテール。うん、かわいいね。かわいいね、このまま売ったらいいのにね。うん、ナマズも大きくなるよね。うん、昔ナマズ買ったらすぐ死んじゃったけど。うん、こういうのじゃないけど。うん、
普通のでしょ、あのなんか、うん、まあこれはお店で見るって感じだね、うん、本当に大きくなっちゃうからね、うん、どうすんだろう、売れなかったらね、どんどん大きくなって、あ、ディスカスだ、ここはねちょっと変わったディスカスもいたんだよな、これは割と普通かもしれないけど、光の加減にちょっと黄色っぽく見えるね、うん、でも青かったよね、うん、そう、後ろの子はちょっと青いかな、うん、そう、ほらこれ本当だ、赤いね、体が茶色っていうか一色で、うん、頭とかはこういう光が放たれてるみたいな、これが親魚のため非売だったんだけど、うん、初めて見たかもこういうの、うん、普通全部柄が入ってるじゃん、ちょっと変わってる、こういうわけわからんのもいる、うん、みんな元気やったね、うん、うん、綺麗、すごいね、アロワナは、うん、アロワナ好きだけどやっぱ飼うっていう風にはならない、難しそうだした、生き餌だこの子は、うん、そう、絶対生き餌だし、生き餌抵抗あるわ、ね、見るのが好き、このやっぱほら、うん、なんかそのなんか古代魚系の感じがして、うんうんうん、なんかいい感じ、うん、うん、食べれるのかね、え、食べれない、考えたこともなかった、あ、食べるとこもあるかもしれないけど、うん、うん、たくさんいるね、うん、なかなかいい旅だった、ん、旅、うん、熱帯魚店巡り、うんうん、でも収穫が個人的にはプレコ2匹だった、うん、私は黒いお化け1匹、うん、本当にね、プレコはこういうのね、高級のはいたね、ああ、なんだっけ、インペリ、うん、インペリ、うん、タイガープレコも良かった、まあ、入れたのは金魚水槽だけどね、買ってきて、うん、うん、ちょっとね、うん、昔飼ってたんだけど、その時結構ピカピカにしてくれたから、またピカピカにしてもらおうと思って、うん、多分熱帯魚水槽に後から入れればいいよね、うん、寒い時期になったら、こういう大きめのもいた、うん、という感じで、うん、アクアズ豊川さん、豊川店さんか、まだ、ぜひ皆さん遊びに行ってみてくださいね、まだ、うん、ちょっと余裕を持って行っとこうと思って、え、あ、うん、本当だ、もうちょっとだ、最後は、うん、エイの可愛いお顔を、お顔のようなところを見せてくれました、見せてくれたらいいなって言ったら見せてくれたら、こうやって、うん、話わかるのかってね、うん、可愛かったな、ね、本当に、うん、可愛いね、エイも絶対変えたい、うん、じゃあ皆さん今日もここまで動画を見ていただきありがとうございました、それじゃあまたね、またね、バイバイ、バイバイ。